無限のスキルゲッター、星に、ラノベ体質の男が主人公の漫画。この男がスキルガチャがある世界でサクリファイスと呼ばれる自分の命と引き換えに対象一人を生き返らせるという。スキルがバレたら権力者の残機にされる奴を引き当ててしまう。そうこうしていたら、空から女の子が降ってきて、その女の子が女神で、左右によってガメをベラさせられてしまい、いずれスキルバレして権力者の残機にさせられるなら、ということでその女神をサクリファイスの能力で助ける。そうしたらその女神の父親が実はその世界の神であるという豪運をものにしてその父親と交渉して福利式の経験値をもらうことに成功。福利式というのはバイバイゲームみたいな感じで初日に経験値を1もらったら次の日は2。その次の日は4という感じでバイバイで経験値が貯まるという方式なのぜ。とまあ、ここでようやくタイトル回収するという漫画。ここからは月に1回ランダムでレアスキルが降ってくるので、その時に経験値を持っていたらアイテムボックスのような超絶レアスキルをゲットできるかもしれないみたいなぶっ壊れ。しかも福利式の経験値方法なので1年後とかには1日に6万とか経験値が入るような感じのぶっ壊れチート持ち。そこから、その世界の冒険者学校に入学して、ラノベ体質の主人公にはなぜか、幼馴染のチョロインから、勇者ジョブのヒロインに、王族の姫のヒロインさんなどからハーレム展開をしながら冒険者学校で実力を隠しながら俺杖をするラブコメなロー系漫画、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル